大文字とスモールキャピタルのみで文章を組み反した例。スモールキャピタル、または、その省略系スモールキャップスは、ラテン文字のタイポグラフィにおいて用いられる、小文字と同じ高さで作られた、大文字である。主に大文字で組まれた単語や文章が上調になるのを、スモールキャピタルで組むことによって防ぐ効果がある。また、イタリックと併用、あるいはイタリックの代わりとして強調などに用いることも、 ある。優れた、スモールキャピタルのデザインは、単純に縮小された、大文字ではなく、文字の太さを小文字と合うように揃え、横幅も元の大文字より、若干広めに設計されている。このため、スモールキャピタルで組んだ単語や文章は小文字のような、窮屈さがなく、小文字の高さでありながら大文字らしいゆったりとした、印象を与えるようにできている。 さらに伝統的には小文字の高さよりも少しだけ高く設計されているが、現在のフォントでもこの慣習に習ったものが多い。多くのワープロソフトや DTP ソフトではテキストをスモールキャピタルにする機能がある。スモールキャピタルが収録されているフォントでは、それが表示されるが、収録されていない場合は大文字を単に縮小させて表示する場合が多い。 単純な縮小だと線幅が細くなりすぎるため、スモールキャピタルが収録されていないフォントでこれを行う際は、一つ上のボールド体を用いることで近い効果は期待できる。最初の単語ペンダントが大文字 P とスモールキャピタル、エンデントで組まれている。スモールキャピタルはイタリックほど厳密な使用法は定められてはいない。よく見られる例としてはまた、他には BC や AD などの略語や4文字以上のイニシャルをスモールキャピタルで組むことも多い。例えば EU や FBI はすべて大文字であっても NATO は NATO と組むなどである。また風のように略語と同一の綴りを持つ単語がある場合、その違いをより明確にする効果もある。スモールキャピタルは他にも、欄外タイトル、記事への署名、相互参照、作品、擬曲の役名、 参考文献の著者名などに使用される。その他に、イギリスやフランスの書物に見られる例としては、人名の名字を先に持ってきた場合にその名字を、スモールキャピタルで組む、あるいは、アジア系の人名の名字も同様である。聖書ではヤハウェを意味するロードを表記する際に、スモールキャピタルを用いる例がある。数学では、定義、定理、命題、形、補題などの見出しを、 応文の場合には大文字とスモールキャピタルで組むことがある。また科学では DL 表記法にてスモールキャピタルを使うことがある。スモールキャピタルは CSS においてフォント、バリアント、スモールキャップスという記述によって指定することができる。以下は一例である。スパーンスタイルイコールフォント、バリアント、スモールキャップス、ジェーンドウ、スパーンからジェーンドウ。 と書かれた HTML は次のようにレンダリングされる。JN ドー、JN ドー。この場合、大文字は大文字のままで、小文字はスモールキャピタルに表示される。文法上はほとんど意味がない文字であるため、ユニコードにはスモールキャピタルというくくりでは割り当てられていない。14字は発音記号用として、 フォネティックエクステンションスに割り当てられ、ラテンレタースモールキャピタル A などという名前で収録されている。その他の8字は IPA エクステンションス、3字がラテンエクステンディット D に割り当てられている。ユニコード11.0の時点において、X への割り当てはない。ありがとうございます。